水中はいグリ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 スノードリル特製リ発動からのはい1,2とうらよし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 特製リ発動してこれ活かせなはいオッケーせーのエソッドもココナツですということでエヴァンティラシュー楽しんでいきましょう。今回はバギーがようやく100レベルになりましたので使っていきたいと思います。ちなみにバギーは個人的に結構楽しいのでフル部にしています。でバギーはなんといってもこの特性が癖ありなんですが、ただ10秒間に6回攻撃さえできればだいぶ強力な特性エリアを出現させて味方さんにも効果を付与することができます。いかにこれをたくさん出せるかといった部分が肝になってくると思います。ダルは毎度恒例しっかりとした厳選はできていないんですけどこんな感じになっています。主にスキル1短縮にしています。後々ちゃんと攻撃 70% に振る予定です。ということで今回は毎日かけら交換と特訓で本当に地道に育てたこのバギー100レベルで頑張っていきましょう。僕は今後もバウンティラッシュを通じて少しでも楽しんでいただけたりためになる動画を配信できるように頑張っていきます。なのでチャンネル登録高評価などめちゃくちゃモチベーションにつながりますのでぜひお願いいたします。ということで試合にレッツゴー帰っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はバギーさんということでできたら10秒間のうちに6回攻撃してねたくさん特性エリア発動できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、とりあえず真ん中でわちゃわちゃしてる奴らに向かって、バギー砲一発バンバンバーンと当てて、特性エリアをちょっと近づけていってんですばば、ルフィローがね、もうマジで強すぎて、本当にルームで一気に瞬間移動させられて殴られるって恐怖症すぎて、もうあいつから避ける感じで最近は動いてます、マジで。あれ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 、もうあれマジ強いんで、これコラソンしかもちょっとサイレントしてるんで、僕裏取り行きたいと思います、頑張ってね。多分、このマップには映ってないと思うんで、気づかれてはいないと思う。多分いけるはず。オッケー、多分いけそうじゃない。はい、旗飛びますと。はい、右手上げてます、バギーさん。旗飛びます。バレましたね、これは。でも、なんか誰か来てくれた。あ、スネークマンさん、ありがたい、ありがたい。足止めてほしい。頑張って、もうすぐ取れる。頑張れ、頑張れ。まあまあ、一旦バギー本ぶち当てといて、オッケー、オッケー、オッケー。で、まあ、一旦ね、この、ミホークさん落とし、オッケー、回避見た。おつけ大丈夫。頂上戦争では俺の方が相性がいい。バギーさんの方が、足をコラボな。おい、ちょっと。で頂上戦争だったらもうバギーの方が相性いいってことが分かってるから、そら当たらない。はい、オッケーからのズビヨーンと。はい、いいね。やっぱりミホークさんよりもバギーの方が相性がいい。バラバラフェスティバルということで一旦ここ取りつつも、はい、で復帰して、これで待って、スーパーサイジンだけ取らせたくない。オッケーオッケーオッケー。赤い火見たんでこれ一旦バギー方はさよなら。一発しか当たらなかった。これ待って、どうしよう、行ってくれるかな、あっちの人、真ん中の人。これ復帰組を相手したいんだけど、ちょっと待って、行ってくれてありがとうありがとう。ここ頑張ってね、一旦これグリグリしてこれで逃げます。はい、オッケー。で追従追従、はい、グリ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 、降参ミント、ちょっと待って、一発殴っといて。オッケーオッケーオッケー。あと一発ぐらいじゃない。うん、頑張れ頑張れ頑張れ。一発当てたい、一発当てたい。オッケー、さらに、はい、バギーホー、オッケー。強はい、これ最後にニューインと乗せといて、まさかのゴドリ。やっぱコロソンいるといいね。ありがとうございました。帰ってきたいと思います。よろしくお願いいたします。さっきの試合ね、まあいい感じにゴドリして勝つことができたので、まあ今回もね勢いそのままに勝てるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、とりあえずね、また10秒間のうちに6回攻撃して特性エリアを発動できるようにやっていきましょうと。ここ赤サボくんに気を取られてる間に僕がバギー砲一発入ってらっしゃいと。はい、ドン当たる。え、ドンマンされてるし、お前一発目で噛んで引かないでよバギー。しかもドン巻いて、7番さ、これ煽りプレイの方ですね。いや、絶対にちょっとあの方にどうにかこうにかでバギー砲をお見舞いしていきたいんですけど、オッケー、とりあえず回復したんでいってらっしゃい。はい、オッケー、はい、オッケー。あ、7番さんドンマンしてる。いや、こっちのセリフやでって言わんばかりなんですが、オッケー、ここでまず1回のジュイント、はい、しっかりと追従、はい、グル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 グロスフト、届いた届いた、オッケーオッケーオッケー。スノードリル特性リ発動からの、はい、1,2と、オッケー。でこれサンジさんに当たって、任せろサンジ、俺が守ってみせる、いけいけいけ、オッケーオッケー、当たった。あ、ちょうどやばい、無駄返しちゃった。ちょっと待って、あ、やばいやばい、これ逃げろ逃げろ、無駄返しだよね。やばい、バギー耐えろ。バギー、はい、ということで、まあ裏レイジュさんでね、まあちょっととりあえずほどほどに頑張りつつ、ちょっとまたね、もう一回バギーでちょっと回していきたいと思います。頑張っていきましょいと。まあこっから黒ひげさん多いな今回。うん、まあここしっかりと夢中になってるところも蹴って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 、で逃げた。待って、レイジが踏ん張ってるって。ミュウツー、なんか今ミュウツーがなんか登場する前みたいなフォルムしてたんだけど、まあとりあえずここ待って、あの7番黒ひげを倒した。やばいやばい、絶対ドンマイって言われる、これ絶対もうドンマイって言われてるって。はい、ということでね、まあドンマイ7番さんにドンマイされていったところで、まあとりあえずね、試合に勝てればいいので、今回またバッヒー頑張っていきましょう。まずイケイケゴーゴー、イケイケゴー、オッケー。赤ズボ君マジ強いよね。あ、黒ひげ発見。あ、これラッキー。終わった瞬間にバギーホーぶちかましていけ。オッケー。いいね。で、ここ、え、ちょっと、何その瞬間移動。ちょっと待って。危ねえ、危ねえ。危ないって。
その瞬間移動やばいって、黒池さん来てる。で、片栗さん任せろ、ここ俺が仕留めます。はい、足止めて足止めて、いけいけ、ゴー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 、特性エリア発動できそう、いけ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 、あ待って待って、そこにあなんか特性エリア発動できた、オッケーオッケー、これジャスト回避入れてからの、はい、バギー砲ぶちかませていく。なんだこれ。待って待って、旗取れるかな、ここ、とりあえず旗取れる、ちょっと待って、旗取って怖い、待って僕ルーも俺かと思った。一旦ここで角ドリルかましていきます。オッケー、いける、おいけ、これこれもらった、角、いけ、追従追従、くっそー、あとちょっとだった。あれ結局赤サボくんが通してくれた、強い、あれが赤サボくん、ありがとう、本当に赤サボくん強い、どうもありがとうございます。ということで旗取りつつ、はい、で、あ、またハンコクいるんで、ここ頑張ってバギー砲、はい、そっちに気を取られてた、ん、赤サボくん、赤サボくん無双状態、はい、これでまだ、待って、逃げろ逃げろ、これで待って、ちょ、バギー、お前後半7番さんドンマイしてるし5番さん怒ってる、はい、こちらはありがとうございました。はい、やっていきたいと思います、よろしくお願いいたします。今回も頑張ってバギーさんやっていきましょう。でこれカクフ君どうかな、これ取り終わった瞬間にバギー砲、あ、ちょっと遅かったかな、あ、でもなんかオッケー、多分後ろからグリフォン当たったと思う、んー、なんでここちょっと一発グリと、危ね危ね危ね、今のビガンされるとこだった、ここで追従、いけ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 、負けるな負けるな、おい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 、いけいけいけ、当たり当たり、ギリ当たらない、ちょっと待って、いった、誰、デイリーか、ちょっとギリギリ当たらんかった今のは悔しい、しっかりと角ドリルしつつも、これバギー砲いた、何これ、またレイリー、あえて行こう、またレイジュ頑張っていきましょいと、まあ、とりあえず、あ、ないですね、動物対動物の戦い、まあ、とりあえず、待って、肉取られたな、まあ、旗ちょっと削れるだけ削っていきたいですね、ここ頑張って、オッケーオッケー、こいつ回避見た、待って、いけいけ、最後までいけ、最後までいけ、ナイスナイス、で、旗さ、これ当たらない、はい、オッケー、ちょっと削れるだけ旗削ってきて、待って、それ回避しだないわ、それきついわ、と、ちょっと待って、一旦旗握っといて、6王が絶対、これ、はい、オッケー、マックスロー、え、今の絶対ジャスト回避判定だったことない、はい、ということで、戦国さんずっとあそこにいるな。待って。頑張って、バギーを活躍させて、あいつ今回避見たんで、しっかりとバギーホップちかませ。オッケー、しっかりと当てつも当たらない。はい、オッケーからの、ここからでグルクアサミンでお返ししていく。待って、頑張っていきたい。頑張っていきたいよ。待って、こんな簡単に没動画にしたくない。頑張れ、頑張れ、角取りで倒して、オッケー、痛い痛い痛い。相手のブースターまで、あ、耐えた耐えた、なんとか耐えた、まだまだ可能性あるよ、しっかりと、あ、OK、ありがとう戦国さん、これバギー砲、はい、一発当ててきます、お、あ、お、お、当たったOK、で、また危ない、んで、ここ頑張って特性、グリルグリグリ、OK、OK、OK、ナイスナイス、特性エリア発動できそうじゃない、ちょっと待って、さすがにやばい、さすがにやばい、レイリーさんは、ちょっと、やばい、頑張れ、危ない41、戦国さん頑張って取ってくれないが、危ねえ、オッケー、特製エリア、なんとか発動できた、あ、ちょっと、あ、びっくりした、戦国さん、ごめん、間違った、うらよし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 、特製エリア発動して、これ、いかせな、はい、オッケー、バリバリに当たったぞ、その手離せ、その手離せ、その手離せ、オッケー、もう一回で、おバギー覚醒モード入った一旦ちょっとみんな体力回復と攻撃力上昇、どうぞどうぞ皆さん、オッケーオッケーオッケー、あ、どうぞみんな入ったかな、これでオッケー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 、しっかりとバギーズデリバリーしといて、んーで、ブースト中で、待って、バギーが覚醒したからに、はい、バギーホイ発、はい、オッケー、やばいぞバギーが覚醒したぞ、これもうそんな当たらないと、で、しっかりと方向転換してから、はい、ポニョ、オッケーポーニョポーニョポニョ、オッケーオッケー、こっちも負けない、シガンマダラに負けない、ポニョポニョドリル、しっかりとかましつつも、はい、待って、行方不明ちゃう、そう、当たらない、オッケーからのバギー砲で、はい、さようならグッバイ、オッケーもうすぐこれ、待って、あ、オッケー、そう、当たらない、でもそろそろ特性リ発動できそう、角ドリル、あ、まだか、ちょっとあと一発ぐらいかな、ちょっと一発、ちょっと待って、やばいやばい、逃げろ逃げろ、はい、待って、うわでもあと10秒、あと10秒、ちょっと待って、あと10秒、もう一発行きたいな、あと10秒でもう一発、ちょっと特製エリア、まず、あ、ちょ、無理か、そうか、バギー砲だけちょっとかましてか、バギー砲だけ、はい、いってらっしゃいと、当てときつつも、最後、ポニョドリルでニューイーンと言って、OK、途中、バギー覚醒しとったぞ、はい、やっていきたいと思います、よろしくお願いいたします、頑張って、なんか、3番さん、いきなり怒ってるけど、大丈夫大丈夫大丈夫か、124番さんの誰かに親でも殺されたんか、大丈夫心配だわ。ということで、めちゃめちゃ怒ってて、これ無敵、入る間にバギーは当たらない。まあ、とりあえずシャンクスさんはカウンターが怖いんで、まあ、そこだけね、ちょっと警戒しつつも、はい、まあ、ちょっと、まあ、ここの真ん中の援護にね、行けたらなと。で、ここ遠くから、はい、バギーポニョで、あ、いける、あ、いけんじゃない、お、追従追従、シャンクスさんだけ、危ない、はい、オッケー。1、2のグリリン、はい、オッケー。いや、強バギー。あ、任せてほしい。ここ、はい、ジャスト回避で僕取り、オッケー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 。こちらこそにっこりありがとうございますと、オッケーで、しっかりとバギーが活躍していったところで、まあ、とりあえず、こっからバギーを掘って当たるのかな、いけ
当たるか。あーまあ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 、飛距離とかの問題よりもまず向きが違いましたということで、とりあえずおいおいシャンクスが来た、おいおいどっちが本当に強いか決着つけようぜ、あの犬猿の中として、はい、ということでもうバギーとして先手必勝、先手必勝、先手必勝んで、ここ回避入れて、はい、オッケー、先手必勝、先手必勝、オッケーオッケーいけるぞ、もう俺があのバギーの恨みを果たし見せる、オッケー、ちょっとちょっとシャンクス落ちた、オッケーオッケーからのここでポニョ決めていく、危ねー一旦でここバギーフォア多分当たります、はい、いい感じ。またレイリー来た、レイリーはちょっと違くない、ここ一旦避けて、はい、レイリーさんはちょっと違うじゃん、待って俺たち仲間じゃん、一回シャンクス、ちょっと待って、俺たち仲間じゃん、俺たち仲間じゃん、待ってレイリーマジでクソ、はい、ということで、まあ、レイジさんだけど、まあまあでも今の頑張ったことない、普通にバギーさんあれ普通にシャンクスさんだけの怠慢だったら多分ね、あのまま行ったら勝てたと思うんですけど、まあレイリーも来てね、まあ言い訳になっちゃうからね、それ以上言わないけども、はい、怖いね、怖いねということで、あ、負けた、ここ距離詰めてって、はい、距離詰めてって、距離詰めてって、はい、でこれ蹴り飛ばせ、 OK なしでね、でちょっと逃げます、はい、相手のブースト中なんでね、あ、さすがにそれは当たりませんよいと、 OKOKOK、うんで、まあ、シャンクさん、オッケーオッケー、あ、これピンコーネット決めれそう、あ、いけるいける、ちょっと、あ、危ない危ない危ない、しっかりとジャスト回避入れて、危ねえ、こうやって一発入れてからの、オッケー、来た、ピンコーネット当たれ、おっしゃよしよし、おいおいおい、レイリーまた邪魔してきやがって、いいところでいつもいつも、はい、まあ、ここはちょっとシンプルに黒ひげさんにお願いして、でまあ、シャンクスさん、もう一旦のシャンクスさんを倒していく、ただピンクホーネツがないから、まあ、一旦うろちょろしつつも心理戦でピンクホーネツを貯めていきたい、旗取りをっていう、そういうこと、何驚いた